丈夫です。また何かあったらいつでも声をかけてください。それではまた。失礼します。次は学級委員の仕事か。少し遅れちゃったな。急がないと。星野さん、遅れてごめん。待ったよね。いえ、資料をまとめていたので大丈夫です。今日はよろしくお願いします。ありがとう、よろしくね。今までの行事のアンケートの集計だっけ。1年生の方はどうだった？はい、行事が楽しかったという意見が多かったです。体育祭も合唱祭も準備期間は少し大変だったけど、みんなで協力して仕上げるのが楽しいって。そっか、よかった。去年は少し否定的な意見が多かったから改善できてるってことだね。2、3年生の意見は、用事は楽しかったけど受験のことを考えるとっていうのが多かったかな。あ、そうですよね。受験勉強が近づいてきますもんね。うん、2年になると進路とか結構言われるしね。そのあたりは仕方ないかな。でもできる限り意見を取り入れて、いろんな人が納得できる行事を作っていきたいよね。そうですね。せっかくの行事ですし、思い出に残るような楽しいものにしたいですよね。うん、そうだね。それじゃあアンケートを見ながら次の行事の案をまとめていこうか。はい、お願いします。いくつか候補は出せたね。あとは他の委員会の子たちや先生に提出するためにいろいろと整えなきゃいけないんだけど、もう少し時間がかかりそうだな。星野さん、時間は大丈夫？どうしたの？もし急ぎの用事があるなら無理しなくていいよ。すみません、急ぎというわけじゃないんですけど、実は今日好きなクリエイターさんの CD の発売日で。 CD？ はい、一度引退して最近活動を再開したバーチャルシンガーの曲を作ってる人なんです。有名とまではいかないんですけど、かなり好きな人が多いみたいで、今年のファンフェストでも曲を披露していたんですよ。え？ファンフェスタに行く？うん、ダメだったかな。ずっと活動休止してたクリエイターが参加するから、その人の曲を聴きに行きたいんだ。それってもしかして引退する前の曲がなかなか聴けない人だったりする？はい、そうなんです。朝比奈先輩も好きなんですか？ううん、私は知り合いから聞いたことがあるだけだよ。前にその子が好きだって言ってたから覚えてたんだ。そうだったんですね。でも好きな人がいるって分かって嬉しいです。私もちょっとびっくりしちゃった。それで今日が CD 発売日だから気になってたってこと？あ、はい、それもあるんですけど、実はその CD 枚数限定でネットの配信もないので、これを逃したらもう買えないかもしれないんです。予約もできなかったから、売り切れてたらどうしようって思っちゃって。すみません、委員会があるのに。ううん、気にしないで。
でも、そこまで気になるのなら、今日はここまでにしようか。え？いいんですか？うん。今のままだと作業にも集中できないと思うしね。それに、大体の内容は詰められたから、残りは明日やれば大丈夫だよ。資料の片付けとかまとめは私がやっておくから、星野さんは帰ってもいいよ。ありがとうございます。すみません、朝比奈先輩。また明日よろしくお願いします。うん、気をつけてね。はあ、それにしても限定の CD か。奏も買いに行くのかな。新作の CD コーナーは、あった、最後の1枚だ。CD は、あ、最後の1枚残ってた。よかった。早速これを買って。ごめんなさい、この CD 買いに来たんだよね。どうぞ。いえ、私の方が遅かったですし。ううん、大丈夫。私のことは気にしないで。でも私は動画で聴いてた曲も多いから。それにあなたみたいにこの人の曲を好きな人に聴いてもらえるなら嬉しい。お、じゃあ私はこれで。あ、待って、言っちゃった。きっとあの人もこのクリエイターが好きなのに悪いことしちゃったな。なんだか今日元気なくない？どうしたの？あ、別に。そういえば今日 CD 買うって言ってなかったっけ？売り切れてて買えなかったとか？うん。え？本当にそうなの？うん、行った時には1枚だけあったんだ。でも他に欲しがってる人がいたから。あー、そうだったんだ。タイミング悪かったね。ネット配信とかしてないの？他のお店は？店頭限定で配信もないんだ。置かれてるお店も限られてるから、この辺りだとそこ以外にはなくて、多分もう買えないと思う。その CD書き下ろし曲もあったから、作曲の参考に聞きたかったんだけど。そっか。でも少し嬉しかったんだ。その人すごく急いで来てたから、きっとあの CD が出るのを楽しみにしてたんだと思う。へえ、じゃあケイと同じくらいその人の音楽が好きなのかもね。うん、同じ音楽が好きな人に出会えて嬉しかったし、その人が CD を聴いてくれるならよかったと思う。でも K だって聴きたかったんでしょ？もしかしたら再販とかあるかもしれないし、私も調べてみるよ。だね、僕もどこかで売ってないか探してみる。ありがとう。